そっか、暇人だなお前は。じゃあ俺行くわ。あ、勘定よろしくな。どうしたんですか？うん、休日だから。子供っぽいですからあんまり見ないでください。ゆえちゃんみたいにセンス良くないし。冗談ばっかり。そうですね、智也さんと行けるならいいな。スケッチブック持ってきたらよかった。でも時間、行けない。私電車忘れてた。はい、絶対に間に合わせないと。あの、ごめんなさい、ここで失礼します。あ、はい。はい、あまり気にしないでください。それじゃあ、さよなら。ねえねえ、今度はあっちのジェットコースター乗ろうよ。